マイケル・アントニー・ボーヘルトは、オランダのデイン・ハーフ出身の元自転車競技選手。マイケルは、ミハエルとの表記も多い。1994年にワード・パーフェクトでデビュー。1996年、ツール・ド・フランス第6ステージでプロ初勝利を果たす。1997年には、オランダ選手権個人ロードで優勝。1998年にも優勝し、 二連覇を達成した。1998年のツール・ド・フランスにおいて総合5位で完走した。そのため、一時期はグランツールの総合優勝を期待する声もあった。1999年はパリ・ニースで総合優勝を挙げ、自国で開催されるアムステル・ゴールドレースでも優勝した。この時を含めてアムステル・ゴールドレースでは6回表彰台に、 上がっている。2002年のツールドフランスでは2度目のステージ優勝を達成。この頃から、グランツールではアシストとして走る機会が増え、以後、リーバイ・ライプハイマー、ミカエル・ラスムッセン、デニス・メンショ・フラノアシストとして活躍する。2006年、3度目のオランダチャンピオンに輝く。2007年に現役を引退。2013年3月6日。 オランダ放送協会のインタビューにおいて、1997年から引退する2007年までドーピングしていたと認めた。ただし、本人は、総合成績よりも、山岳区間での区間に優勝を重視する、胸の発言をしている。自転車のボーヘルト氏が、薬物使用ツールドフランスで2度優勝から、共同通信2013年3月6日付。ありがとうございます。